エピソード3、ミッション7、ホームカミング。故郷に帰省したって解釈で、合ってんのかな？にしても主人公の故郷って、宙に浮いてるんだね。絶対おかしい。どなた？どなた？なぜかテント地がローリー隊となってます。まあ、エピソード3再開が舞台だから、こういうこともあるか。そうそう、このステージ狭いところに、ボーンボールが待ち伏せていることが多いです。初見プレイの時はびっくりしました。この部屋に入るには赤の鍵が必要みたいですね。一度別の場所を探索するか。ボンボール全体いるので、うっかり前に進まないように。これはエピソード2で見た謎のエネルギー、なぜこんなところに。ダヤ副重力の向きを変えるな。このエネルギーには重力の向きを変える力があり、これを駆使してステージを進んでいきます。そのせいで上下の感覚がおかしくなり、意味がわからん状態に陥りやすいです。パニックを起こさないように気をつけましょう。最後のシークレットはこの小島です。青の鍵はこの建物で使います。やっと正しい重力の向きに戻ったね。画面に映ってる映画どうかしたのか、近くにありそうだし行ってみるか。あの家か。電気ビルからったばれ。知らねえよ。というのはなかば嘘です。実はこのステージなんですが、主人公、ダスク、重度の過去を反映した、ステージと言われているみたいなんですよね。正直なところ、ダスク、重度には細かい設定があまりないため、革新的なことはそんなに言えませんが、どうやらエピソード1の舞台であったダスクの、町の、住人で、奥さんや子供がいました。しかし町に不在住だった間に、カルト教団が、いろいろと活動し、活動に反対的だった結果、家族が犠牲になったという、悲しい過去を通しているみたいです。その他の情報は私も、解説欄に記載しておくので、よければ読んでみてください。
見たらここエピソード2ミッション5じゃん。なぜここに戻った？どうしたいよ。今度はエピソード3、ミッション1に戻りました。いろんなところに戻ってるな。まあ、ここに限らずこのステージでは過去に、攻略した、ステージと同じような場所に、行ったりしますがね。なんか目に悪いな。で早めに倒しましょう。上に上がったな。この先に進む前に赤の鍵取っておかないといけません。
久しぶりだな。エピソード3だとこのステージにしか設置されてません。ここでウリゴが3体いるので、あらかじめ攻撃しといた方がいいです。ここに戻るというわけか。ここもどこかで見た気がするな。どこだっけ？
化した。ここがこのゲームの最初のステージだ。そうだ、ここから始まったんだよね、この長い冒険が。しかし、それもそろそろ終わりを迎えようとしている。今回はここまでです。そして皆さん、お分かりですね。次回でダスクの攻略解説動画は最終回を迎えます。いやー、ここまで来るのほんと長かったぜ。主人公、ダスク、ドゥードは最後に何を得るのか、その結末をぜひ見届けてください。